すみません、遅くなりました。で、あと、タイミング合わせと。おはようございます。おはようございます。と、あとちょっと時刻表示だけやって、まだ食事中ですね。これで、7時3分、10、11、12、13、14、15。ちょっと部屋出るのが遅れて、ギリギリをちょっとオーバーしました。これでよし。で、あと今ここ出して、第8くらいにランクインしました。ちょっと待ってください。これで今ここ出しました。あと忘れてることはないかな。そう、ギリギリアウト。あ、そうだ、あとカメラの向き。名前は小太郎。あ、そうだ、フォーカスは昨日の夜オンにしたままかも。ちょっと待ってください。お見送り。手動フォーカス。で、ハンカチ持った？ハンカチ、ハンカチ。あと、上下の高さはちょい上すぎかな。こんな感じか。こんな感じですね。名前は小太郎です。小太郎。今日はどこで泊まりますか？今日は自宅に帰ります。まだ子犬かな？小太郎。いや、もう結構。あ、自転車。重く言われるな。あと今日はなんか硬いもん食ってますね。ガリ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 。コンココ OK です。コンコ、あ、今ここか。コンココって言うんだな、今。自転車これです。いつものやつ。黒いクロスバイクです。お。いいバイクだな。舐め終わった。バイク、後ろのバイクはなんかしばらく使われてない感じですね。ちょっと雲の巣が一部張ってたりします。お、いらっしゃいませ。さて、じゃあ行きましょうかね。じゃあ、今日は朝から天気いいね。そうですね、グリップの角みたいなやつは確かにないと、慣れてしまうとないと違和感ある感じかな。さて、じゃあまずはイタコの緑のチタンフレームはどうされたのですか？緑のチタンフレームはフレーム折れちゃいまして、折れるというかひび入っちゃいまして、今日は80キロになるはずなんで早めに出ました。緑のパナチタンはもうフレームがいっちゃって、そういうの専門にやってるチタンの溶接やってるところにお願いすれば復活できるのかもしれないですけど、もうこれを機会ということで新しいの買いました。よし、ではイタコのイタロー、あ、なんかゆるキャラいたんでしたっけ。80キロ走るとクタクタですか。じゃあクタクタです、十分クタクタです。チタンの溶接は高そうだね。小太郎、一人がコミュニティに参加しました。というわけでホテル新マコモから出発です。しばらくはでもないか。今日これから東に向かって北に向かうから、最初だけちょっと眩しい。さらば小太郎。エイブル。ホテルなのに。空気は冷たいけど、もうすぐ暖かくなるな、これは。そんなドラキュラじゃないんだから。朝日が眩しいぜ、朝日が眩しいぜって今言ったのは、なんか頭の中ではあのサイクル野郎の凛太郎の言い方だな。わっぱが泣いてるぜとか、なんかそんな感じ。そう、今指なしで、今気温のままだとこの先寒くなります。でも暖かくなると思って、初見さんいらっしゃいませ。暖かくなると思ってこのまま。服装は、長袖アンダーに長袖ジャージに、あのユニクロの1000円の薄いフリースにウィンドブレーカーです。さらに峠から下る寒い時なんかは雨具をさらに上に羽織ったりしますね。結婚してますね。来てるっていうのは、あ、
聞こんでるのを聞けるか。シリコン好き？水戸は80キロぐらいですね。そう、重ね着してます。できるだけ薄いものをたくさん持ってくれば調整がしやすい。で、この辺りが多分イタコの、船関係の観光地だと思うんですけどね。そう、朝早くからですよ、私にしては珍しく。ね、この川沿いが観光地らしいんで、川沿いの道をちょっと行ってみようかと思ってるんですけど、どう行けばいいんだっけ、これもうちょい手前から、タイヤマラソンです。よっとっとっと、シュワルベマラソン今、鉄道を飛ばしたな。お、娘船頭さんの観光船。そう、娘船頭さんの。向こうに線路は見えるけど、今あれかな、駅止まったのかな。ちょっとまずは川沿いにざっと行ってみましょうかね。ロボさんは東京在住ですか？うん、私は神奈川県の横浜在住です。新横浜の近く。川沿い渡った側がいる。渡った側ですか。じゃあそうします。そう、なんかこれ一応道沿いにルートは作ったんですけどね、どう見たら一番観光地見えるかなと思って。まだ空気冷たいな。いや。リブも。あ、なんか川沿いに降りられそうですね。おお。あ、今船の写真撮ってなかったな。なるほど。よ。この辺りがあやめ園なのかな。あ、パナレーサーのやつでしたっけ。イタコ遊覧船組合で、この遊覧船とは別に朝ですね、向こうの北利根川を部屋の窓から見てたら、なんかの漁やってるような船がいっぱい海に向かってました。お、あの船、アオサギが止まってる。こいつか。じゃあしばらくこれ沿いに走ってみましょうか。砂利道ですが。この辺りこういう橋が観光ポイントなんですかね。十二橋って書いてあるから。ロボさんって自分で自転車のワイヤーとか交換しちゃうけど、ワイヤー交換ぐらいだったらなんとかできます。ちゃんとできてるかどうかわからないけど、それぐらいだったら店に頼まず自分でやりますね。水郷の町だからね。水郷ですね。なんか水郷なんとかっていう水郷組合とか、あ、これ乗り場かな。乗船されるお客様へ船の外へ手を出さないでください。立ち上がらないでください。あ、おはようございます。乗船中はそこそこ寒いですね。おお、それっぽい。あ、この絵もいいですね。あ、水郷ですか。ここからの橋前になりますね。金髪の人は最近車車載やってますよね。よく見たらあの橋は下のあれは鉄骨がちゃんとありますね。鉄のフレームがあった上になんか一つ
フレームの上になんか橋が乗っかってる感じに見えるな。確かどうでしょう、でも掛け替え工事やったとかなんとかそういう話が出てきてましたよね。そう、遠くから見たら茶色い木造っぽく見えるけど、近くで見ると、あ、しまった、こっちからお帰り口って書いてあるから思わずこっちに来たら出られない。今の時間は自転車乗り始めてアウターばっかり買ってるわ、うん、おはようございます。あ、おはようございます。アウターっていうのはその外側に着るやつですよね。イタコの、あ、イタコのイタロウってこれゆるキャラとかじゃないのか。イタコのイタロウっていうから、なんか昨日観光パンフに書いてあったような、ゆるキャラかと思ったらリアルなんですね、イタコのイタロウ。イタリアのイタですね、これ。ちょっと見慣れてますな。ハシユキヨの一曲集、見慣れ。あ、薄いだろう。ハシユキヨ関係ですか、これは。そこにハシユキヨ名曲集っていう、あのボタンを押したら曲が鳴るやつが。今の時間押してもならないかな。あ、不思議、なるほど。元ネタでってことですね。イタロウ旅歌。スイッチ。スイッチ。オン。ダメだな。ゴアテックスは水蒸気は通すっていうのが名目です。名目というか、眼目。機能のメインですよね。まだ川沿いに行けるかな。お、チワ。よいしょ。電池切れか。今単にスイッチ入ってないんですかね。ロブネイタコ、よっと。今日80キロ走れそうですか。80キロこの時間出ればいけるんじゃないかと思いますけどね。そう、結構でかかったです。長い間揺れてた。ルシンと来た。ルシン、自転車でも走ってもあれるんで、このぐらいかな。あ、水面の。そうですね、全然風がないから。こんだけかな。イタコ。イタコで、観光で回れるのはこのぐらいかな。帰りは和行ですか？うん、帰りは水戸から輪行のつもりです。鈍行で3時間かそこらぐらいかかるはず。家まで帰るのに。そんじゃあ、本当にこんだけかな。なんかイタコって名前はそのどうでしょうとかでよく知ってただけに、あ、おはようございます。と言ってもないよな。12キロも上の方までまだあるんですかね。あ、おはようございます。あ、新型市って言うと、橋は途中にありますね。パーサーノーマルのままです。変えたのはタイヤだけ。じゃあ、先に進むかな。北浦に向かって。よいしょ。いいよっと。うん、ああ、やっぱり、あ、やっぱりかどうか分かってないけど、そう言われるとなんとなく安心して先に進めます。で、あやめは今の時期じゃないですからね。そういえばロボさんのホームページってなくなった、うん、あ、ホームページ、もしかして自宅サーバーがうまく動いてなくてなくなってはいないはずなんですけどね。もしかしたら自宅サーバー再起動しないといけないかもしれない。ちょくちょくウェブサーバーが落ちてしまうんで、うん、朝食はコンビニで買ってきたので済ませました。お湯は使えるので、あ、大丈夫です。すみません。よっと。なんかお互いすみません言い合ってしまうと恥ずかしいな。で、この辺りが水戸駅じゃない、イタコ駅前の繁華街ってことになるのかな。店はやっぱあんまり良くないですね。だいたいスナックか
マックとパチンコ屋さんと中華料理屋さんと、これ普通の食事の店か。これが板子駅。駅舎自体はそんなに中広くないのかな。よっ。この時間は自転車乗りいないか、うん、自転車乗り、昨日来る時も少なかったですね。車通り少ないですね。お、水郡線で SL 走らせてんだ。水郡線というのは水戸と郡山の間で水郡線なんですけどね。私が一遍だけ駅寝したことがある、あの路線、路線で駅寝したって言い方も変だな。時間が隠れてて見えない。昨日は地震駅でしたか、うん、あ、地震駅でした。あの部屋で横になってうとうとしてる時に地震が来たんですけどね。あ、なんか譲られて逆に眠くなるっていう感じでしたけどね。でもあんだけ揺れたのは本当久しぶりですよね。震災意識が、あの震災意識っていうか、あの防災意識かな、を呼びさ、あのもう一遍揺り起こすのよかったような気もするけどな。あ、川沿い。そう。水軍。軍はあの、軍隊の軍じゃなくて、郡山の軍なんですよ。氷なんですよ、氷。水氷線。しかし眩しいな、こりゃ。眩しすぎる、ちょっと。支障が出る。あ、おはようございます。じゃあ、ここから北浦に向かって、東に向かうのかな。あ、そうだ、あと思い出した。北浦に行く前に、鹿島神社にまず寄るんだった。お。あ、初見さんいらっしゃいませって、地元の人ですかね。今、あの、板子駅前を通過してきました。あ、日に当たってると若干暖かい。早く気温上がらないかな。鹿島神宮ってところ。うん、あ、そうそう、鹿島神宮ですね。そうそう。鹿島神社はぶどうの発祥地。え、ぶどう？ぶどうかな、ぶどうかな。あ、ミニストップだ。鹿島、鹿島、どっち？なんか全国にある神宮、その鹿島神宮の一宮らしいですね。一宮って本拠地だから、それをちらっと見ていく。うわー、手詰めて。これ剣道かな。空気がまだ冷たい。なるほど、なるほど。そういうネタは、え、日本刀？あの神宮にですか。空手。あ、お笑い取るつもりです。ただお笑いに着く頃にはもう15時16時ぐらいだと思います、うん、え、神宮遠回り？ちょっとルート見てみるか。ビアンキです。遠回り、うん、あ、国道の方がいいってことかな。まあでも道の駅にも途中、まあでも寄る必要ないか、道の駅は。補給食とか今回ほとんど考えなくていい。市街地ばっかりだし。この時期って日焼け止め。51号線。あ、日焼け止め塗ってないですね、さすがに。まあ、ここから51号に復帰してもあんまり変わらないと思うんで、まあ予定ルート通り行きます。サブレがどうした？
その素振りはド派手だったっけ、一般に売られてるやつは。あ、一応この歩道は自転車 OK だ。じゃあ堂々と走ろう、気分的に。今この外側の柵が、イタコ十二橋仕様ですね、模様が。あやめのタイヤ、ああ細いのあんま経験ないんで逆に分かんないんですよね。あ、ここもあれだ、レンコン畑だ。1.25インチまでしか、だから今履いてる 32C ぐらいよりもさらに細いタイヤはほとんど経験ないです。ツーリングだとある程度路面悪いところも途中出てくるんで、それを全く気にしなくていいぐらいのタイヤがいいなと思って前から一目ばっかりなんですけどね。あ、おはようございます。そう、今日早めに移動してます。あ、自転車マークだ。あとなぜかメロディーマーク見えますかね、この外側の柵の絵の。見えてますかね。あとなぜパンダ、あとあやめがギャラクシアみたいな色になってる。この先間違える道はまだないかな、大丈夫かな。30分延長しました。あ、延長しましたわ。道の駅どうかな、ご飯って。ん、音、男気じゃんけんって何ですか。男気を競うじゃんけんですか。道の駅いたこっていうのが途中にあるんで、そこをちらっと見ていくとしても、ただまだ何売ってないだろうし、あの売店とか開いてないだろうし、見ていくだけかな。マルカン、マルカンって何でしょうね。ん、あ、やっぱり歩道は段差が痛い。道の駅いたこまで 2.6 キロ。これは二段階右折とかやった方がいいのかな。地元だ。お、地元の人。手痛い。手痛くなってきた。ありがとうございます。第六天神社。水神社。手袋は？手袋、一応あの指付きのやつ持ってきてるんですけどね。我々習ったの。二段階。直角じゃなくて、あ、飛ばしてる。そう、斜め方向なんで、なんとなく直、あの、まっすぐ行ってもいいかなって気はするんですけどね。あんまり根拠はないけど。見習ってこたつの音上げたよ。こたつの、何を見習って。今、指切りで走ってます。結構冷たいです。うん、うわ、広っ。サドルに、うん、あ、地面に足はつきますけど、つま先立ちですね。そんぐらいの高さだと漕いでるときに若干楽。広いな、この道。鹿島とか走るのかな。そう、鹿島の神宮にだけ寄って、その後あの北浦の
湖沿いをずっと走るつもりです。おお、今日は本当に天気、まあ飛ばすでしょうねこの感じは。いかにも飛ばしそうな道、向こうの方で道が開け、視界が開けてて道幅が広い。でもあんまりなんか怖いほどスピード出してるのはまだ見てないな。遠赤、うん、いや普通に止まれますよ。車体をちょっと傾ければ角度つけるんで、うん、朝食べた担々春雨スープがの辛みが、今動かせる自転車としてはこれ以外はジャイアントの MR4 っていう折りたたみロードバイクなんだけど、フラットハンドルに改造してもらったやつ、店でを一応持ってます。もう何年も使ってないですけどね。なんかその自転車初心者の人を含めたサイクリングを企画して、その時にその自分のメイン自転車を人に貸して、でその折りたたみロードを自分が乗ったりしますけどね。マウンテンバイクはどうかな、もう用途はツーリングしかないので、峠登るときにサスペンションがあった方が楽、自分は慣れてて楽だっていうの気がついたんで、前サス付きのはなんか買うかもしれないです。それか今のこのクロスバイクを改造するか。多分クロスバイク用の 700C に対応したフロントサスペンションはありますよね今。オーダーはそれだけのなんか、あ、そうそう、方向感で刺さりますよね。お、どうだ、あ、ダメだ、ストップ。出た改造、我々大人からできる特権。どうですかね、大人だからっていう。なんとなくそれはせっかくなんかすごいことやってる若者に出くわしても、さすが若いからって若いの理由にされてしまうと不本意ですよね、あれ。それと同様に大人だからっていう、いや財力に関して言うと別に関係ないか、それは。この間青森県で桜井さんっていう大学生でママチャリで青森一周してる人に会った時には、一応部屋の中ですかね、玄関口、なんかああいうことやってる人に向かって、さすが若いから、さすが若さだよねみたいな言い方するのって逆に失礼だと思うんですよね。若いからできるだけじゃないのにっていう変なこだわりがありました最近。保管スペース、なんかその若いからこそできて、お前はただ若いからできるんだって言われてるようにも聞こえますよね。まあうがちすぎだけど、若さゆえの過ちだね。あ、過ちは若さのためにしてもいいのかな。なんかすいません。なんかやった。まあでも学生の時だとそんなに確かに財力は、物買ったりするのは厳しいですからね。おっさんがやると怒られるか。年食っても過ちありますよ。ご用ございます。あ、おはようございます。早起きです。そう、早起きでゆっくり行こうと思ってます。睡眠時間はトータルで足りてるはずなんですけどね。昨日飯食った後に部屋に戻ったら寝てしまって、それが 3,4 時間ぐらいで、今日1時半に寝て5時半ごろ目覚ましたから、寝たのは2時ぐらいだったかな、足したら6時間超えてるはずで、今実際走ってても眠気は感じないので、多分昼寝なしでいけるんじゃないかな。まあ、そもそも最近、あ、これ左と危ない危ない、こっから左って道の駅いた子だ。理由はなくてもない、なりに頭使って楽しむからいいこともあるんだ、うん、
楽しむですよね。若さってその楽しみもある。振り向かないことさ。愛は何だっけ。いかのまたそういうおっさんネタを。うん、今日はほぼ平地ですね。最高地点が30メートルだか50メートルだったか。日本一周。で、ギャバンを打つ。ためらわないことさ。あ、ためらわない方でしたっけ。そう、若者は常に前を見て生きていてほしい。特に自転車乗ってるイカ役。うん、自転車。北海道みたい。乗着。北海道。あれ乗着はギャバンでいいんだっけ。赤車がシャリバンだったかどれだったか曖昧だな。で、やっぱ歩道段差痛いな。うん。後方、うん。関東は大体平地ですよ。関東平野だし、いわゆる関東と言われている市街地の方は。初見さんいらっしゃいませ。段差の時は上げてますね。人生の希望を込めて鹿島立ち。鹿島立ちというのは鹿島出発ってことか。日本一、ああでしたっけ。北海道にもそれほどの大きな平地ってのはないのかな。で外して走りには、いやいや平地もいいもんですよ。ただ平地を高速巡航するのも私には全然できないんですけどね。ワオス？ん？ワオス？トカチ平野とかいろいろあるよ、平地。トカチ平野は関東平野よりはやっぱ小さいんですかね。確かにそんなイメージはあるな、頭の中だと。石狩平野はどこからどこまでだっけ？ロボさん自転車で通るのは、うん、東京は、まあ、走ることもありますけど、あんま走んないですね。うん、関東平野やっぱりでかいですよね。十勝平野って、カリカチ峠とか、あと何峠だっけ、日照峠か。私は前に日照峠越えて、日高地方から十勝に入って、で、目室を帯広通って、どっちに向かったんだっけ、あの時。もう地理が薄れてるな、頭の中で。確かシカリベスコとかに向かったんだったかな。あ、道の駅。イカチ峠は横を流れる川が綺麗で好きだな。あ、川流れてましたっけ。これってワイマックス？マックベース。あ、これはフォーマです。ノーマルフォーマ。田舎の方だとやっぱりフォーマ強いんで。あ、年末はどこか行きます。まだあのどこ行くかは公表してないですけど、なんかあらかじめ先に行ってしまっとくと、なんかあのコラボ企画とか、あの出迎えるみたいな話とかが持ち上がったりしないかなと思って不安で。以前もあの八丈島に2回目に行った時なんか、完全にあの企画がまずあった上で、企画が先に起きてたんで、なんか私がいつもやってる旅行とはちょっと違ってしまったんですよね。まあ、あれはあれで良かったんですけど。なのであのギリギリまで伏せとこうかなとか思ってました。ん？あ、回線は1個ですね。あ、電話も含めたら2個かな。いや、まず自宅の電話回線と光回線が1つあって、で、フォームの回線が1つあって、あとLTE ネットを契約していない AU の iPhone が1つ。AU の iPhone はデータ通信はせずに、たまーにだけやってる、電話だけ使ってます。おいも。まあ、そこまで自分が人気者だっていうふうになんか思われるのもあれなんです。人気者だと私が思ってると思われるのもあれなんですけど、でもやっぱりなんかそういうことも起こりうるので、当日それでもいいですけどね。まあ、この道の駅は物産がかなり大きいんですね。あ、足湯もある。温泉足湯スピーチ。なんかこんなでかい電光掲示板が。これ道の駅イタコ、多分イタコって名前だけでいいと思う。まださすがに開いてない。うん、まだ開いてないですね。でかいな、ここ。なんか、流行ってるサービスエリアみたいな感じ。
足湯って書いてあるんだけど、どこだろう。もう入らないけど、今はなんかそこでおじいさんおばあさんが大笑いしながら集まってるのは何なんだ。あ、イベントありがとうございます。ザリガニ釣り300円。下の影から、別に影じゃなくても、釣れたザリガニから2匹お持ち帰りできます。そう、聞こえますよね、笑い声。あの人たちは何を座ってるんですか。ガラス屋根、うん、あれはなんか正解値みたいなのやるんじゃないですかね。お、名物イタコ汁とか食べたかったな。ジジババは気楽でいいの。気楽で、あ、なんかミニ遊園地みたいなのがある。ミニもいいとこだな、これ。ものすごく狭いところに遊園地的なものがいっぱい置いてある。腕、なんだっけ、腕相撲マシーンとか。うわ、あれ、あの辺りどんだけ古いんだ。ハーレー・ダビッドソンのアーケードゲームっていつのやつだっけ。で、このメリーゴーランドは小さいやつは、ワンプレイ100円です。安いな。あと、グラウンドゴルフって書いてある、ゴルフのロゴが、みんなのゴルフと一緒だ、完全に。あ、これこれ。移動遊園地、移動はしなさそうですね。そこのゴルフって、ミンゴルのゴルフと一緒じゃないですか。グラウンドゴルフ、手ぶらで OK、本格20コース。20コースってどこにあるんだ、そのだけ。あ、そうそう、昨日こけたの、ちょっとだけかさぶたになってましたね、かすかに。あ、フリマをやってるのか。フリーマーケット。さて、うん。あ、昨日立ちこけしました。どうでもいいとこで。停止状態から U ターンしようとして、こけました。ゴルフ。あ、もともと食用なんですか、あれ。あ、それ知らなかった。20ホール。コース。あ、コースとホールで違うか。違うのか。ちょっと道でたらみは走ってましたけど、こっちから立ちこけ、ですね、右が左側に足ついて、右側の SPD 外してない状態で、右側にターンして U ターンし、右側に曲がって引き返そうとしたら、タイヤがホイールがこれ 70C な 700C になってからですね、私はしょっちゅう足が引っかかるんですよ、ホイールに。その左右に曲がろうとした時に、でその時も引っかかって、で右側に倒れかかって、もうそこからどうしようもないです。もうそこからは You can't stop。 サイクリング日和ですね。ん、今日は実、ん、あ、軸とかそういう話か。ん、ガキッと、あ、やっぱ引っかかりますか。マウンテンバイクの26インチのやつだとそんなことなかったんですけどね。鹿島、息子ですか、42歳ですよ。飛ばしてますかね、そんなに。ロンギネス、この先右に曲がって鹿島神宮。自転車部、いや、個人というか放送上でやってないだけですよね。大阪の方とか結構まだレースとか出てるんじゃないのかな。あとみんなブルベやってるからな、知ってる人は。茨城は平均80キロ出す。これ右に曲がりたいんだけど一体どうすれば。は？ん？で、ゴミ拾いの人たちが、うん、それもあるでしょうね。これ そっから渡ればいいのか。おー、すごいな、人数。ご苦労様です。イタジャージ、イタジャージ人気ありますよね、あれ。うん、検索したら見つかります。ニコ生自転車部とニコニコ自転車部があるんですけど、ニコニコっていうやつがニコ生の方のサブコミみたいな感じですね。2つ目のコミュニティ。この辺りは100キロ以上のザラにいる。これ、ボタン押せないから渡れないな。すいません、来てないんで渡らせてもらいます。そう、すごい人気ですよね、生。いやそのあたりなんか否定することもないと思うけどな。なんか集団作るとそういう風に割と批判にさらされたりしますよね。
なんかなんだっけ、群れ上がってみたいな見方されること多いですよね。私もそういう見方することもあるんだけどな。どちらかというと私が群れ上がってって思うのは、飲み会の後に店から出てきて店の前に溜まって思い切り通行を妨げてるのに誰一人それを気にしてないっていう状態かな。人間群れになると周りへの配慮ができなくなるというか、責任が分散されて自分には責任ないと思ってしまう節がある。必要性。なんかあと電車の中で学生が一人だと別に何もそんな悪いことしてないのに、他人数になるとやたら周りに迷惑かけるっていうのが嫌いですね。ああいうの群れ上がってって思います。なんて本当に群れるとなんていうかな、横暴というか周りへの配慮ができなくなるのかな。ソロもどっちも楽しいですけどね。今なんかいかんな、八方美人的な言い方したな。最終的に思い出として残るのは個人でソロで走った時の方が多いかな。その場で楽しいっていう見方だと結構人と走ってると楽しい時は多いですね。いかんな、また八方美人的な言い方した。八方美人じゃない言い方したいのに。名前、そうそう、自転車部だから自転車以外の放送やっちゃいけないってこともないですからね。まあ自転車部で持ち放送やったことあったっけ。まあそれで批判されてたこともあったな。タイミングが、あとは共有コミュニティですからね。放送する人いなかったらずっと誰も放送しないまま。どうでもいいけん、割とどうでもいいかな。5年に1回でもニコ生やればいいんだろ、笑と。草刈りもやってますね。もう今日のルートは本当に平坦です。山も高い、風向きさえ悪くなければ楽なはず。山が部長でも、そう、部長じゃないですから。一番最初なんかレースに出るために作ったやつだったかな、ニコナの自転車コミュニティは。でもそれより自転車のサイズについて聞きたい。サイズ、私は今ちょっとサイズが大きめのフレームに乗ってます。そう、筑波だけ出張ってますよね。あ、おはようございます。草刈り。右に寄れ。大きめの、いや、その方がそれでもいいかなと思ったら割と一斉に、ですかね、知らんな。またアネックスステーションホテル、確かそう5000円台後半だったかな。筑波山ですよね。あれ、なんであそこにできてんだろう。5000人、まあ3年以上やってますからね。で、数日間のツーリングとかやってるとその時に急に人が増えるんで、これ行くしかないのかな。茨城県民の方いらっしゃいませ。こう、こっちからこう来て、あっちからこう走ってきて、あっち向かえばいいのか。あ、昨日の地震は私は大丈夫でした。部屋で横になっているときに揺すられてました。弓道こっちかな。
予定ルートはこっち引いてると思う、多分。これ車道出なきゃダメだな。周りが削られたってことなんですか、あれ。辺り一帯が隆起して。おはようございます。私は今言われたのかな。自信なかったからなんか相手に聞こえないぐらいの返事をしてしまった。こっちが、あ、向こうがバイパスですね、やっぱり。うん、おはようございます。うん、こっちで OK。あと今自転車乗りの人が見えたな、どっかから。お、なんかあの中に白バイがたくさん入ってる。あ、オンやってます。この川はワニ川。橋の名前は神宮橋。さっきのこの川沿いにロードの人が走っていったような。あ、もう見え、あ、いたいた。あそこにロードの人いますね。手を出て。よし。長いなぁ。さっきこのワニ川ってえらいでかいですね。水戸駅がゴールです、今日。水戸駅から臨行して帰ります。袋、あの自転車袋詰めして列車で帰ります。あ、逆光でですね。あ、これ北浦、今北浦の南端の方ですかね。じゃあもうこれ今湖の一部なんだ。レバ刺し、そうですか。ほぼ水戸に、単にあのこっから水戸のあたりの道はエリアは走ったことがないので走ってみるだけですよ。特に何があるっていう、あの何があるっていうのは分かってるわけではなくて。で、私は神奈川県民です。出身は福岡県です。あれ、今下船が通ってたんだけど出てこないな。今向こう側の橋の右側の方から船が下をくぐるのが出てきた。あ、そうそう、今朝はなんか近くのホテルの近くの川で、あの船がたくさん海に向かってたんですけど、あんな台風の船だったな。あれ釣りかな。東京歴は17年かな、東京出てきてから。あれ、もっと経ってたっけ。95、5、17、うん、17年。うん、あれ漁船かな、神奈川。いや、今回はつくば、昨日つくばから出てきたんです。あ、おはようございます。昨日つくば駅からスタートして、で霞ヶ浦を通って潮来まで来て、で今日は潮来からスタートして水戸まで、名古屋から。お、私はこの間青森県走ったので、自転車で走ってないのは多分長崎県だけになるはず。といっても1回しか走ったことないところがかすめただけのところもあるんで、ちゃんと走った県っていうのは全部じゃないんですけどね。ひよこは博多メーカーですよ、確か。博多だけ、まあとりあえず九州。うん、さ、おう、なるほど、そういう推測もあるな。群馬走りました。高崎線じゃないや、高崎線のじゃなくて、あれは、あれ、何電鉄だったっけ、下仁田に向かうあれ。そうか、うん、あの、丁寧語使ってると出ないんですよ。実家で話してる、実家の人間と話すときには全然ネイティブな喋り方なんですけどね。ひよこ、何時頃、大洗目標14時か15時。
で、水戸に日暮れぐらいに着きたい、14時半頃に。あ、北浦って書いてありますね。チヂミですか。あ、鹿島、鹿島は何でしたっけ、鹿島レイソル、サムアップ、あの尻尾はどっから出てるんだ。全権、いや、まあ目標はってやってるわけではないんですけどね。あ、アントラーズか、そうか、あれ、レイソルは柏だ、柏レイソルだ、鹿島と柏はだいぶ違う、鹿島アントラーズか。まあそのぐらい、すみません、そのぐらい疎いです。柏でしたね、レイソルは。アルシンド、アルシンドってサッカー選手だっけ。うん、朝早く移動してます。あ、いらっしゃいませかな。ん、柏は千葉か。柏市は通ったことあったかな。柏崎ならあるけど、サッカースタジアムは、うわぁ、ちょ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 、ワイヤーカッター一応持ってます。怖いよ、今後ろから車が来てたから結構怖かった。怖いっていうのは私の方がどうこうなるっていうんじゃなくて、車に真正面から向かっていってる逆走自転車が怖かった。アルシンド今膨らんで大丈夫だったのかな、私より外側に膨らんで。ねえ、今のフードかぶったあの中学生風の男子が、男子中学生風の人が、ミッドナットって食ったことないんですよね、多分。平均、あの1日アベリすると時速10キロしか出てないです。まあ休憩含めてなんで、巡航速度は20キロがいいとこかな。あ、おはようございます。マイナス広島、すいません。あ、でもマナー悪いは結構どこでも言われてますよね。逆にうちの県の車のマナーいいからっていうのはあんまり聞いたことない。そういうの、上諏訪名主駅は3年間ですね。2009年の4月末頃に自転車配信初めてやりました。その前数ヶ月はあの戦車ゲームのパンツァーフロントっていうゲームの、あの共同コミュニティで放送させてもらったりしてたんですけどね。プレイステーションはあのパンツァーフロントっていうゲームは、雲ってベーパー取れるってことか。偕楽園は多分時間的にもうアウトだと思います。夕方頃着くと思うんで。あ、そういや7時半の、あの枠終了ミス判定なかったな。延長失敗詐欺がなかった。そう、ゲーム配信快楽。チェーンがうるさくなってきてるな、油が切れてる。茨城県、群馬県ネタなんか散々言われてますよね、群馬県。元祖、私が知ってるのはアーツさんですけど、あの、あれ、あの、ピアキャストっていう仕組みで、日本一周自転車配信やってた人もいたみたいです。私は見てないんですけどね、知らなかったんですが。ヤンキー、そうなんですか。そう、クロスバイクです。車、あれかな、ビエンかな、ビエンのとこかな。うん、ちょっと坂が、あ、ラジオですか、映像じゃなくて。何の頂点、火力でした。あ、生活を流し場ってことかな。ロードはドロップハンドルが慣れなくて、私はもう諦めてます。最初の人は、でもこういうことやりたいっていうのは
私が始めたきっかけは車の車載なんですけどね、都内で車車載やってる人がいて、でその現場の雰囲気とかがリアルタイムで分かって、しかもやり取りできるっていうのに感動して、これは自転車旅行でそういうの見せるしかないと思ったわけです。それより前はずっと自転車旅行のレポートのホームページとか作ってたんで、で鹿島神宮にはこれから行きます。ほうき町ってどこの町だと思ったら、昨日から今日にかけて一番の坂だったな。昨日本当に坂なかったですからね。車載配信に関する次の技術で見かけ技術、私個人的には省電力化がネックなんですけどね。で今ライブシェルとアンドロイド組み合わせて、奥宮はどうかな、テレビほぼないですよね。グレーなところもあるし、アンチはたまにそういう人もいますけどね。まだまっすぐか。私は今イヤホンつけずに無理やりスピーカーで鳴らしてますけど、普通にやるとしたらイヤホンのヘッドセット使うんで、で自転車でイヤホンっていうと今叩かれる風潮がありますからね。たとえ周りが聞こえていようとも、片耳だろうとも、音楽聞いてなくても、でもそのあたりになってくるとめんどくさいな。だからファンまでひっくるめてあんまり、あでもそうか、人を見に来てるのか自転車旅行を見に来てるかによっても違うな。お左だ。ん？あさって。実は自転車配信初めて見た。あ初めて。車配信なら何度も見てた。うん、車配信結構ありますよね。良さそうでいいですね。うん。ちょっと寒いです。配信では。うん、今トノサママウントです。車は私も個人的には自分の放送がどうってんじゃなくて、おはようございます。車配信と自転車配信だと、自転車配信の方が現地でいろいろその場で何かできるっていうのがいいと思います。車だとそうそう降りたりできないですからね。そろそろ鹿島神宮だね。鹿島神宮に向かって飯って感じと、それ肉って感じの肉ってあれか、今って六角レンチとかなにゃかにゃ工具持ち歩いてるんですか。あ一応最低限の工具は持ち歩いてます。チェーン切りがないのはちょっと不安かな。何がどんどんいける、多分境内は入って走れないと思うので、交流がしやすいのありますね。歩いてる人とも話せるし、まあ朝早いのもあるだろうし、うん、まあその他の理由もありますよね多分。ここから左に向かっていくと鹿島神宮、レディース、ああでしょうね。ロボさんは小賀中学校、予備中部も持ってますか。です。よくなんで小賀中の話が出てくるんだここで。小賀中ですよ。レディース、お、帰る。バチ？バチの話は今何なんかまずいことしたっけ？そのあたりの木が生えてるあたりがそうなのかな。あ、おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。いい天気で良かったですね。うん、今日は天気いいですよ。小賀って名字多いよね。小賀、そうですかね。頃にちょうどいい気温になりそう。あ、もうちょっと左か。人は人生の半分損してるね。半分。朝って感じの朝だな。そういうの勘弁してください。私はただでさえ謙遜したい人間なのに。この辺は
の油の名産地かな。あ、ガマの油。ガマの油は確か筑波山で見ましたね。ガマの油売りもやってました。ガマの油は筑波山。筑波山ですよね。だから結構あのカエル関係のあの像が多くて可愛かったです。よっと、うん、現在地があれか、うん、よっと、スズメの鳴き声が安心する。スズメ、ガマって感じのガマだな。盗撮来た。女体さんに登りたい。女体山登りますよ、私は。女体山もう舐めるように登りましたから。具体的にはケーブルカーで。ゴーストタウン。ゴースト。さすがに、今日は、10時、11時ぐらいになればそれなり人が出てくるんじゃないですかね。上手。そんな油が。うん、味は結構ありますね。あ、これ明らかに山道でわかる道だ。え、ひわい、わらわら。ひわい、何が？どれが道って感じの道だな。だな。来たー。初見。もう初見さんいらっしゃいませ。今鹿島神宮ってとこに来てます。うん、道は予定、あのあらかじめルートラボっていうサイトで作って、で GPS に入れてきてるんで。で駐輪場どこだ。神社神社ですね。ってなんかいっぱいあの木材が転がってますね。なんかやってんのかな。いい感じ。自転車どこ。自転車置き場どこ。いい、鹿島神宮到着。有料駐車場しかないな。あ、そこか。ここにでかい鳥居があったんだけどね。あ、鳥居。その辺にあれかな。鹿島ってアントラーズがあるとこですか。そうそう、アントラーズのとこです。あ、こっちですかね。わら、鹿島神社か。どちらと自転車が見えた。おお、なかなか。あと、え、鹿いるんですか、本当に。立ち上げ禁止って書かれた電柱になんか自転車立てかけるのもあれな感じがするけど仕方がない。あ、本当に鹿いるんですか。蜂の巣がある。蜂の巣。ちょっとまずは自転車置いて、で、あとはポータブル Wi-Fi を外しても、犬がよく利用する電柱か。そう、犬がご利用になる。ロボさんの自転車ですか。早朝散歩ですね。小便臭い電柱に自転車を立てかけて。自転車サイドスタンドないのか。なんかの歌の歌詞ですか、それ。あれ、緑の自転車壊れたんですか。緑の自転車は壊れて、ロボさんも鍵をするようになったんですね。立ち小便用電柱。今自宅の部屋の中で保管してます。折れたやつ、ひびが入ってるやつ。じゃあ行きましょうか。マーキング。おわ、時間弁と自転車のヒゲかヘルさんデコ来ましたか。うん、自転車のヘルさんデコとは何ですか。大丈夫ですか。正面からですね。ヘルさんデコ、三デコって言うと三突か。三号突撃効果。奥の宮は、奥の宮までどんぐらいなんだこれ。1キロはないぐらいかな。ただ奥の宮とか、そうじゃないんだ、奥の宮とかまでカメラ持って入っていいんですかね。だいたいこういうとこって奥の宮とかは撮影も禁止になってるんじゃないかな。伊勢神宮で外配信無理だった。ここは大丈夫。伊勢神宮で、あ、あれですかね、あの菅さんがやってたとこですかね。伊勢神宮は確かですね、撮影禁止の場所があるんですけど、奥の方だけだったと思いますよ。広いな。あの内宮の方でも撮影禁止は書いてないですよね、この辺りは。朝飯に行ってくるんで、またね。いらっしゃい。靖国は生放送ダメって言われてました。靖国、ああ、なんかそういう茨城は田舎だから、いろいろなんかしがらみがありそうなところは難しいかもしれないですね。朝の神社好き、問題ないよ。その神社、伊勢神宮は特別だから。伊勢神宮は、そうですよね。撮影、内宮をちゃんと読めるとはさすがです。私は内宮、下宮、あれ原始に行って初めて知りました。それまではあの内宮外宮っていう、なんか内房線外房線かよっていう。あ、ち
ちょっと読み上げが大きすぎるな、歩く分には。音量下げていこう。政治的なとこありそうですよね。あの人はなんかあんまり絡むことを、ちょっと絡むと面倒くさいと思っている人なんで、こっちからも別に絡んだりしません。読み上げな、読み上げに不敬なこと。まだでかいな、まだちょっと音量でかいな。あ、そうか、正月準備か、なるほど。それでなんかこれ櫓組んでるんですね。櫓っていうのかな、なるほど。まだちょっとでかいな。おお、聞いてどき、あの、儲かる儲からないの話していいのかな、そういう。おまわりさん、この人です。鹿島神宮です。神主の友達さん、撮影許可ください。ちょっともうちょっと離れるか。でかい、鹿 いるっていう話でしたよね。おお、鹿は奥の方にいるよ。ん、あ、奥の方に。あと平成26年のか書いてあるな。式年大祭を御船祭り、これ最高って読むんですかね。ん、わしみやってあれでしたっけ、ラキスタがなんかの聖地ってやつでしたっけ。ワイヤー、ああそうですね、あの錆びてくるんで中が。ワイヤーの錆止めっていうのが完全にできたら楽なんだけどな。巫女さんは見たところいませんね。マスミアですよね、確か。あ、巫女さんいるな。あなたも。鹿島のことぶれ、ことふれ。おみくじってことふれっていう言い方するんですかね。まあ、別に今日はいいか。あっちもなんかおみくじが。いやか、24時間営業だな、これ。忍者走り、あの、ジャイアントロゴに出てきた、なんだっけ、十結集か。ことふれですか。あ、あれだ、あの、蒔絵シールだ。どこでもあるな、これ。あ、これ24時間営業ではないかな。さすがに夜間はこれ、蓋してるんですかね。日本刀があるって言ったのあれか、全長3メートル。で、これが本殿か。みんな朝から活動してますね。国宝ですよ。ん、国宝、あ、日本刀が。あれはなんか撮影しながら入ると問題ありそうだな。あ、一応配管料必要なんだ、あそこ。日本刀は、配管料が必要なんで入りません。残念。なんか工事でもしてるの？工事、なんか正月の準備じゃないかって話ですけどね。茨城で唯一の国宝です。切られるぞ。唯一の国宝、あ、そう、日本刀がですよね。多分あそこから奥が撮影禁止って書いてあるんじゃないかな。これは拝殿です。あ、拝殿。本殿っていうのとはまた違うのか。奥は別に撮影 OK でしょう。え、そうなんですか。神社ですね。奥まで行ってくるとちょっと時間かかるかな。私がその実は仏閣にあんまりあんまり興味を示さないので、ちょっと時間かかりそうだったらすぐ飛ばしますね。確かに撮影禁止とは書いてないな。あ、鹿も奥にいるんですね。あー、どうすっかな。奥宮まで300メートルか。じゃあ行ってみるか。あー、これは雰囲気あっていいですね。奥には鹿と池しかありません。鹿と池。土地が余ってるから無駄にでかい。神社はさらっと。
さらっと。で、前方警備員さんが歩いてます。あの格好は多分警備員さん。馬で走りましょう。馬で、あ、馬で走ったりしてもなんか似合いそうですね。ここは三笘で鹿に鹿は多分途中で耐えられなくたって。そこがメインの本店だったのですがね。あ、メインの。マジで鹿がいるねか、わらわら。鹿原都電、ヤップル。これってなんか NHK の大河ドラマかなんかですかね。鹿でした。おはようございます。あと何このキャラ。牧伝。あ、牧伝って今牧伝って読むのか。そうか、とって書いて牧っていうやつですね。牧伝くんの鹿島市新発見。牧伝、わら。牧伝、堺雅人主演のやつか。堺雅人。やってたんですよ。ああ、 BS って鹿せんべいあげない。ん、なんか今汽笛みたいな音が聞こえた。馬は軽車用だった気がする。あ、確かそうですよね。自転車とこと同じ扱いじゃなかったかな。バーコード読み取れました、わらわら。読み取れました。汽車かな今の音。ポーって聞こえたけど。自転車始めてから痩せた。痩せて、自転車始めたから痩せたってことはないかな。あ、偕楽園。あ、そこかな。しかいるいる。キー言ってないと今。この先犬を連れ込まないでください、鹿が怖がります。なるほど。鹿鳴いてますね。鹿は角があるから特殊車用。おお、こっち見てる、こっち見てる。あとせんべいあげられないでしょこりゃ。牛みたいにこっち見るんだな鹿って。鹿って泣くのか。子供の頃足で砂利引きずって歩いて怒られたな。砂利、あ、跡がつくから。馬は、新芽はいるのかな。歯を、ダジャレかよ。奈良の鹿みたいに慣れ慣れしくないのか。うん、そうですね、ていうか直接触れないですね、ここは。猫やフェレットならいいのかな、しょぼん。猫やフェレット、あ、それだったら確かに怖がらないかも。鹿と見届けよ、いか、鹿たない禁止。鹿たない禁止。なんか上にネットまで、上のネットの方にまでネット張られてますね。カラスかなんか入らないようにかな。鹿かわいい。もうちょっと右側に回ってください。こっちですか。でもどっちにしろ柵までは近づけないみたいですね。おお。これはなんかその、神様関係の鹿なんですかね。バンビは鹿の子供じゃないですか、確か。というわけで鹿でした。うん、浜松にも。鹿の T シャツ、あれ人からもらったからです。K2 さんって人から。もうちょい音量下げよう。この先また人の資格すれ違いそうだから。25から15まで下げるか。ねねね。ちょっとこのままか。年末はですね、4泊5日かな。あ、今やってるんですか。今日っていう話だから夜やるのかと思ったら。雰囲気ありますね。サッカー。で、地面これなんか砂っぽくて歩きやすいですね。砂っていうか、かすかに砂がかぶった土みたいな感じで、なかなか歩きやすいです。ここ泊まりよっか。快楽園、うん、違う違う、4泊5日だよ。何が入れます。今 PC 取り出しましたが、あ、前中でも、でも前中入って、あ、曇りがち、汚れたままなんですよこれ。そっかりかり言わなくて歩きやすいです。スピーディーでも。タイムシフト残す人
タイムシフト残す人です。ただ直前に予約するので、一般会員の人に予約してもらうことがなかなかできない。あ、これがお好みや。撮影のことについて何も書いてないですね。うん、水戸駅からは都電、うん、水戸駅から臨港の予定です。屋根の苔がすごいな。犬も寄るのかな。お好み屋。お好み屋。で、こっから先はあとは何だ。撮影ですね。あ、YouTube ありがとうございます。頑張ります。編集悔いは。この辺り、あ、初見さんいらっしゃいませ。あ、しまった。GPS ロガー持ってくるの忘れたからルートがこれ残らない。まあどうでもいいか。うん、じゃあこれでいいのかな。じゃあ戻ります。あ、うん、臨港で帰ります。今日は手洗いだからのトイレ行っとこうかなと思ったら、あれはなんていうか、こういうところにあるお手洗いですね。本当に手を洗う、川が、水が流れてるところですよね、確か。少なくとも伊勢神宮の方だと、川っぺりに降りるところがあって、そこで手が洗えるようになってました。トイレは別にあるのかな。ちょっと待って、今、手水って書いて、上塚って読みましたよ。またのぐそか、またうんこの話か、このうんこ好きが。あ、そうそう、見たらい。今日これでペース的にはどんなもんかな。あ、今ここと GPS 別なんですよ。あ、本当に手水で上手って読むんですか。知らなかった。この年になるまで上手。たらい、大分、キヤノン、何の話ですか、キヤノンは。また泣いてる。鹿が泣いてるぜ。上手でなく、上手、え、手水と書いて上手上手、それも知らなかったっていうか、なんでその読み方するんですか。納得いかん。なんで手水が上手なんだ。あ、そう、つもたせも一体どこをどう読んだらつもたせなんだって話ですよね。私もそれは思います。超か、超図。占い伝。あと、後ろから先、花をたたりながら歩いてくる人がいる。次はスタジアムですか？スタジアム、あ、いや、スタジアムには多分、途中通りかかりでもしない限りは寄らずに、北浦に向かいます。ちょっと読めるんですね。私読めないのに。僕伝。新域につき。なんとか新域につきっていうふうにこれ。海岸には行かないんですね。歩くの早いな。私も早歩きで今歩いてるつもりだったのに追い越された。うん。なんか海岸、あ、今日北浦沿いに走るつもりです。お、ミツバチの巣があります。刺激をしないよう近づかない、近寄らないでください。どこ？ミツバチの巣ってことは、アシナガバチとかスズメバチみたいな巣ではないんですよね。あ、それかな？蜜は取れるのかな？いや、取ろうとしたら刺されるような。専用の設備がないと。あ、じゃないですか。
木が。ちょっとトイレ寄ってきたいな。あ、海岸方向、なるほど、了解です。え、通報？蜂蜜を取ったら。おう、いい腰分けだ。倒れて、あ、ここ、うん、スズメバチの巣か、どうなんだろうな、仕事として。きつい仕事なのかな。うん、あ、ありがとうございます。トイレはないのかな。ないですか。小峠。あ、これ釘使わないやつか。木槌だけで組み立ててる。これ全部あの。あ、左側。ありがとうございます。ほら、こういうの。見えますか。これあの組み立てるだけなんだ。釘打たないでやつですね。じゃあ、おお、うん、工具もあれ木槌しか使ってないみたいですね。いや、多分釘抜きみたいなの使ってるな。ってことは釘使うのかな。だからこれ全部同じ木材に見えるけど、ちゃんとどのそのパースなのかっていうのが全部決まってるんでしょうね。組木でしょうね、毎年。でも一部ちょっと怪しいやつもあるな。割れそうなやつが。確かエコですよね。バラすときも多分内側からコンコン叩いて外すんでしょうね。年末のサイクリング予定はまだ秘密。もうあのチケット取ってるんですけどね。あ、本当だ、トイレ左側にある。ありがとうございます。どれだ、あれか。ん、あ、あれさ、確かさっき、そういえば使用禁止って書いてあったような。あ、やっぱり使用禁止だ、トイレ。そう、さっきそういえば入り口の時ちらっと見たんだった。使用禁止です、トイレ。残念。よいしょ。だけどトイレは別のところで探さなきゃダメだ。暖かいところでしょうね。暖かい。あ、でもそうですね。寒い方向には行かないです。電柱に。Windows 8には透明しないですね。今のところメリットが特に感じられない。またうんこ出たか。ポータブル Wi-Fi をつないで、電源につないで、鍵を叩き金。駐車場の奥あたりにトイレあったような。駐車場ですか。そっちの方かな。ちょっと見てみます。おはようございます。禁止看板に禁止です、禁止です。自転車を立てかけたところに立ちましょう。どうぞするか。よっと、おっと、自然に。はい、トイレは見当たらないですね。まあいいや、どこか別のところで探そう。お掃除してる人に聞いてみれば、自
あ、掃除。うん。あ、すいません、この辺りでトイレってありますかね。あそこ、あ、その奥にあります。あ、ありがとうございます。よいしょ。あそこって刺されたのはこっちの方だったな。コンビニ行こうぜ。コンビニ、あ、コンビニでもいいですね。あ、あったあった、あんなことに。あった、これか。ちゃんとありますね。見えなかった、さっき。これですね。トイレは音が響くよ。音が。じゃあちょっとここに自転車立てかけて行ってまいります。トイレの旅、うん、ここのトイレは出ますか。戻りました。うん。早く出てきてくれ。朝一だから黄色いのが出るね。あ、ミスった。これです。手洗いました。そう言われるだろうと思ってちゃんと洗いましたよ。言われなかったらこの寒い時期に。そんなに洗わなくてもいいかなとかちょっと思ったんだけど、手洗ったかどうか絶対聞かれるだろうと思ってあえてちゃんと洗ってきました。よいしょ。よっと。またうんこか、またうんこか。よし。そう、線が貴様は放送生主でございます。自信が3個？これだったら洗わないな。笠間には行かないのですね。うん、笠間ってどこですか？笠間っていうの確か、あ、そうだ、読み上げの音量戻さなきゃな。ちょっとありがとうございました。名刺渡した？ん？名刺誰に？乳白色でしたか？乳白色？どんな匂いだそれ。じゃあちょっと、音量戻して、音量40ぐらいでいけるかな。これは海岸じゃなくて湖沿いに行くのかい？そう、湖沿いです。日沼、あれ、これ枯れ沼って、カヌマとか枯れ沼って読むんじゃないのか。だから、あそこ釣りもやってやるところなんですかね。よいしょ。あ、これはショートカットできるか。ヒヌマって読むんですか。ですね、これショートカットできるのはちょっとだけ。あ、メッカ、そんな有名なとこなんだ。こっからちょっと右側に入っていって、ちょっと参道の写真を撮っとこう。ブルーギルか。ブルーギル、私の
昔実家の近くの湖だか池だかに大繁殖してて、入れ食いで面白くないぐらいでした。ブルーギル駆除しないと。駆除はやっぱそういうやつなんですよね。 18? いやそんな離れてないですよ。ここは18キップっていくらだったっけ。おなんかオラワクワクしてきましたよ。ん？金網の中には入っちゃいけないだからこっちは大丈夫なんだよな。なんか偉いとこに来ましたね。写真写真。ワクテカ。iPad mini のセルラー版でいいよね。iPad mini、ああ、3G 版ってやつですかね。3G 版？これちょっと目安さが激しすぎて写真撮れないこれ。そうですね。猫、ああどうだろう。ワクテカ。ん、待てよ、これはもしかして。もしかしたら、あらー。階段ありますね。でもまあなんとか行けるかな。ワクワクしてきたぞじゃないんでしたっけ。あれよし、ちょっと撮った写真はですね、あ実は今日の枠説明から一部変わったところがあって、あの過去の走行一覧っていうリンクを URL をあのこの枠説明に載せてるんですよ。でそこにあのウェブアルバム、ピカサのウェブアルバムの URL が全部リンクでつながってますので、でこれロードバイクだと下れないですね。クロスバイクの V ブレーキでもちょっと怖い。もう51号は走らないの？51号、どれになるんだっけ。いやしかしさすがに怖いな。何この急勾配。よいしょ、なんとかまたがった。苔が生えてて怖いんですよね。ここ滑りそう。お、なんか抜けた。すごいショートカットですねこれは。上の方雲の去ってるし、であとはこれをまっすぐ行けばちょっとショートカットして道あのメイン道路出られる予定ルートに。よいしょ。通らない、偉いとこですね。遊歩道という感じともちょっと違うかな。本当に人通ってないとこですね。苔で滑ったことは、あ、滑ったことはなかったと思うけどな。なんか列車が止まってますよ、ラッピング列車が。明太パーク、明太パーク工場見学とかいうラッピングされてる列車が止まってる。あれは、あ、鹿島神宮駅ですね、書いてあります。ラッピング列車が止まってます。まあ写真の方はいずれウェブアルバムとか振り返り放送で、多分これすぐ出てしまうんじゃないかな。でもないか。お笑いに行く電車ですね。あ、貸しませんですね、お笑いに行く。わらわら、明太パーク。明太パークって書いてあります。確か明太工場近くに ありましたよ。地図でそういうの見た覚えがあります。人歩いてないね。人歩いてないですね。戦車の、あれ戦車のっていうか、あのキャラの、ま、ラッピングですよね。もうちょっとあれ戦車、もうちょっと戦車表に出してほしい。もうちょっと前面に戦車出そうよとはいかないか。一般的な感覚からすると普通に萌えキャラのラッピングの方が当然ですよね。あ、よく見たらあれガールズ&パンツァーのラッピング列車じゃないですか。左半分は右側が明太パーク、左側が戦車乗ってる、アニメの中だと特に塗り替えられてしまってるあの戦車もよく見たら乗ってる。ちょっとテンション上がった。しかしここからだと半分隠れてるな戦車が。あ、本当だ、見せて。わかりますかね、わかんないよな。お笑いが、そうです。あとなんかずっと停車してますねこれ。イルミネーションで、あ、寝ますだから。ちょっといかん、逆走してる逆走してる。これちょっと逆に離れて、そう、美少女戦車、あの いかにも萌えアニメなんですけど、やってる内容が思いっきり戦車アニメっていう。聖地巡礼だ。で、こう車いつ来るかわからんな。じゃあちょっとデジカメで撮ってそれ今から見せますね。
拡大してリアルタイムで見せようとするとここじゃちょっと危ないんで、戦闘シーンが妙に面白いんですよね、戦車好きとしては。いいよと。どこか日陰で、この辺りでいいか。あ、ここからちゃんと見えるじゃないか、戦車の方は。でも戦車はやっぱり履帯の部分見えないですね、ここからだと。よっと。大型はいつも怖い。ん？大型。デジカメは何使ってますか？しかしすごいな。ん？あ、デジカメは、キャノンのパワーショット S95 です。ですね。燃えよ。そっちは読んだことないんですよね。戦車はですね、超マイナーなやつとか出てきます。今あそこに見えてるのは左から、チェコのサンハシティと、ドイツの3号突撃砲と、日本帝国陸軍の89式戦車ですよね、確か。あとドイツの 4号戦車の単砲身のやつと、あ、なんかまた来た。あ、あれ普通のやつだ。アニメ、確かニコ動にもいくつか上がってますよね、違法のやつだろうけど。で、一番右側はアメリカの M3D ですね。砲塔が2つついてるやつ。砲塔がじゃないや、砲が2つついてるやつ。ちょっと待ってください。多砲塔は出るかもしれない。チハはですね、チハはティーガーに蹂躙された絵が1枚だけ出てきました、アニメの中に。あ、そうだ、今だったらリアルタイムで見せられるかな。ティーガー出てきます。ちょっと待ってくださいね。マニアックですよね。ミリオタ、ライトなミニオタです。ミニオタじゃない、ミリオタ。ドイツ語、そうですね、タイガーの。ほら、これ見えますか。日帰りじゃここ無理かな。日帰り。ロボさんミリオタか。好感度上がった。オートフォーカー。いや、ライトタンクマニアです。軽戦車マニアって意味じゃなくて、ライトな戦車マニアです。キベアのドイツ読み。ミリオタグッズはあるので、これが M3D、 これが4号戦車。あ、なんか暗いな。で、これが車高が低い M3 じゃないと、3号突撃砲。で、このキャラがですね、思いっきり萌えなせいで、なんか戦闘機はそうですね、確かにそれほどでもないかな。これが表に出ちゃってるんで、恥ずかしいところはあるんですけど、微妙ですか、あまり見えてないかな。あ、戦車赤かな。一応、ああ、こんなんです。軽戦車マニアはマニアックすぎますね。こんなんです。萌えには戦車、そうそれを主張したいって、別に萌え否定するわけじゃないんですよ。戦車枠、前戦車枠で放送したことありますよ。鹿児島県の、なんだっけ、釧路っていうとこで、東釧路町と、あと、なんとかかんとか釧路って別の町の中の釧路軸、あれって中学生だっけ、高校生だっけ、あれは。というわけで、早く行かないと。やった。ちょっと出てくるアニメの話の方をすると、私知らない戦車結構いっぱい出てくるんですよ。チェコスロバキア製の戦車なんか知らなかった。あと、アニメの中で、まあ、その面白く見せるために戦車の走る速度なんかは全部同じスピードになってたりして、出ないと、もう追いつけないで逃げ切ることができたりするんで、そこらデフォルメされてるんですけど、それ以外のところはやたら戦車アニメあります。やたらなんかリアルというか、なんというか、日本製の戦車が10年遅れの戦車が出てくるんですけど、他の戦車と比べて。あれガルパンのイベントじゃなくて、アンコウ祭りにそのアニメファンも一緒に来たっていう感じみたいですよ。で、日本の戦車がケチョンケチョンに弱いんですよね。
で、その通りに描写してある。敵と向かい合っても絶対に勝てないから。戦術の授業。そう、日本製戦車がむちゃくちゃ弱いんですけどね、実際にあのスペックから言うと。戦車どの点で観点がいろいろあると思うんですけどね。でも人丸式はいろいろ性能いいとは言われてますよね。多分一番最近開発された戦車だろうし。真上から。ソ連、あの IS シリーズとかですかね。ヨセフスターリン戦車。三菱、あ、どうなんでしょうね。そのあたりもよく知らないです。坂北、ウェブアルバム見せてもらいました。うん、あ、ウェブありがとうございます。坂道。シハはさっきのあのラッピングに書いてあった98式戦車の2世代跡かなんかでしたっけ。中型戦車の地で、イロハの歯、3号中型戦車だから地歯でしたよね。パンツァーフロントにもあれはどうだったっけ、出てきてるのは。あ、ちょんまげカメラです。厚木飛行場は何度か通ってますけど、それ目的だけで行ったことはないですね。坂登ってます。そういえば昨日のこけた時の傷はちょっとだけあの軽くかさぶたができたぐらいで。ピコザルも懐かしいな。プレイステーション1の時代ですよね、ピコザルって。サルゲッチュだったかな、あれは。あ、しまった、またトリップメーターリセットの忘れてた。ここからは田舎で何もない道です、わらわら。何もない。だがそれが、リセットで、とりあえず 今からだけでもリセットしとこう。軽く、いや、見たことはないです。あの、なんか、総合演習じゃないんですけど、普通に演習やってるのの音を聞いたことありますけどね。北浦がピコザル、ピコザルよりももっとなんか本当にちょんまげなんですよね。ピコザルはまだ台形だからいいんですよ、頭に乗ってるのが。私の場合は線が出っ張った上に丸いっていうか四角いのがついてるんで。二ちゃんキャラとしてよくは知らないけど、あのオプーナってやつのシルエットです。パノラマは機能は持ってないですね。あとで、また無駄のあれか、前来た時もそうでしたね。筑波あたりを走った時も無駄な道路とか税金がどうっていう話が出てきたな。まあ実際そうなのかもしれないですけど、私はなんかちゃんと知識を持ってないから恥ずかしくてそういうことは言えない。もちろん言うことが悪いとは言わないんですけどね。エナジーボンボンです。エナジーボンボンって何ですか。末吉は同行しております。北郎の、あ、そういうスタイルのウェブカメラがあってもいいと思うな。北郎の親父スタイルのオプーナ。いや、私さっき何て言いましたっけ。オプーナって言いませんでしたっけ。
狭っ。うん、ご主人、どこのご主人が、ホテルのご主人って、ご主人が誰か分かんなかったです。昨日の夜は、夕方から夜はおじいさんがフロントにいて、今朝はなんかおばちゃんがフロントっていうかロビーで新聞読みながらくつろいでました。んスプーナ、プーナ買う権利、なんかそういうネタもありましたよね。それ元ネタ分かってない、分かってないというか全般的によく分かってない、あの辺りは。あ、武器だ。右の方か、車少ない方だな。早く特許取らないと。ん、特許何の、ここから先は、あ、いや違う、これ右がなくていいや、まっすぐでいいや。洗車橋の装備は、寒い時期、私寒いの苦手なんですよ。装備に関しては、確か学説明の中に URL 書いといたと思うけど、なかったかな。なかったらコミュニティの説明の方に、自転車機材の写真とか説明書いたホームページへのリンクがあるので、あと辿るのがめんどくさければ、自転車車載配信の装備でググってください。自転車車載配信の装備、それで出るはずです。ロボさんは白いブリーフ派ですか。白いブリーフはちょっと苦手だな。私はボクサーブリーフってやつですね。これが自転車乗るときに一番ブツの座りがいいので。トランクスだとなんか座り悪いんですよね。トルスト？なんだろう、トラストテクノロジーだとしたらバッテリーかな、今のは。あ、どういたしまして、いたまして。そう、Android だけが一番楽ですよね、あのスタイルは。ニコ生モバイルエンコーダーっていうアプリが優秀すぎるので、だからカメラを頭の上につけるとかいうこだわりがなかったら、もう今 Android しかありえないんじゃないかな。あ、そうか、そのあたり車載配信の装備のページにも書いとくか。普通に今やるんだったら Android と NME の組み合わせは一般的だと思いますって。うん、アイカツイです。白はないな。なんか白の下着っていうのは、まあ女性はどうかと思うけど、女性別として、男が履いてるとなんか見た目かっこ悪く見える気がするんだよな。それも偏見なんだろうな。お、青。あと白い下着だと汚れとか目立ちますよね。パテか、パテ。i7、 うわ、先ほどの自転、あ、 i7 って、うん、 Bluetooth は私が試行錯誤してた時にはダメでした。今ちょっと分かんないんですけどね。で、一応あの辺りのああいう装備というか、時期によっていろいろ機材が変わっていくような予想がされる時には、何年何月時点でみたいなことは一応書いてます。Bluetooth は今どうなんですかね。確か Bluetooth で配信してる人もいたと思うけどな。自転車のために全部取った方がいいね。白靴下も苦手ですね。白靴下も、でもそれがかっこ悪いと思う自分もちょっと偏見持ってるなと思うんですよね。男で白いブリーフとか白い靴下とか履いてるとなんかかっこ悪く見えるっていうのも偏見というか一部の見方でしかないんだろうな。個人的にはそういうの一切気にしない性格になりたい。ウェブカメラっていつから市販されたのかな。市販、ウェブカメラの歴史はちょっと分かってないですね。ここからちょい左に行って右に曲がれば北浦だな。うん、じゃあ北浦にこれから出ます。
ああ。配信のエア、エア。そう、黄ばんだりするとかなり汚く見えますからね。股髪？初見のすさん、大浴場では初見のすさん、のすさんという方の中のものいらっしゃいませ。で、何ですかって聞きました、今。今完全に聞き逃しました。あ、北浦、北浦。おっと。一応二段階っぽい右折。泉側の、ですね、途中はそうですね、18号離れて泉側になると思います。綺麗、綺麗ですか。景色、服装は薄いものをたくさん重ねて着るっていう風にしてます。で、暑いと思ったり寒いと思ったりしたらすぐに遠慮なく着込んだり脱いだりする。ただそれ複数の人数で走ってる時だと簡単に止まれないのが、おお、これはなかなかいいですね。あとちょっと風があるのかな、これ波が。ズボン、ミルフィーユ、ああ、重ねてるからですね。なるほど、確かに。ここもなかなかいいですね。ただちょっと向かい風じゃないか、今嫌な予感が。そう、レイヤードの考え方です。あれ、向こうに見えてるの筑波山かな、とんがってんの。アンダーヘルメットキャップ、キャップはつけてないです。バンダナを最近つけてたんですけど、部屋の中でバンダナがどこいたか分かんなくなっちゃって今日つけてきてないです。バンダナつけといた方が頭楽なんですけどね。やっぱり筑波山かな。出っ張りが2つある山、ピークが2つある。おさり、おさり、おさり。今回は仲間は集まらなかったの、うん、いや、仲間も何も誰にも言わずに一人で来てます。今回は道中の人、釣りの人たちじゃないですかね。うん。富士山が、釣り師。この道もいいですね。なんで自転車走ってないんだって、まだ走り始めたばっかりだけど。北浦北岸。飛び出せ。でかいな、このタモ。何する時のタモなんだ、あれ。あ、また自動竿だ。何ですかね、これ。左は湖？うん、左湖です。北浦。竿がすごいな。何この自動竿。北浦に来た。これ、昨日見たけど何なんですかね。機械、支えじゃない、なんて言うんだろう。人がいない、無人です。無人で。あ、こいつりですか。でもなんか業務でやってるみたいですよね、あの感じは。こういうの養殖とかもやってましたけどね、昨日途中来るところで。職業じゃないのかな、多分。趣味ではそこではないですよね。あんなに釣って一人でどうするんだっていう話だし。で、この道は若干大会って、若干向かい風だな。手が冷たくなってきた。しかし車の心配全然しなくていい。うん、優勝。それは決まった日にやるわけではないんですかね。秋田浦、
風がなければな。青い。青いです。あ、そうだ。思い出した。GoPro の録画時間のタイマーかけるの忘れた。今 GoPro の残量は、あ、危ない。あ、危なかった。今の GoPro の電池がまた充電できてなくて切れるところだった。残り1時間55分だから、違う。これは残り2時間50分だ。2時間50分だから今から2時間40分後にタイマーかけとかないとメディアが切れる。2時間40分後。2時間半後でいいかな。11時半か。11時。プリキュアからいらっしゃいませ。眩しい。2時間半後にタイマーかけて、これでよし。ちょっと今回から GoPro の録画の解像度上げたんで、4時間半ごとにメディア変えなきゃいけない。いや、中継は GoPro ではないんですよ。いずれそうしたいんですけどね。中継の方はウェブカメラでやってます。画像、そうなんですよ。1時30分にまた音楽流れるかな、うん、そう、音楽が、あ、昨日流れてたあれか、なんか、なんだっけ、カシさんが、サンガード、なんだっけ、サクソバンクだったっけ、あのロゴは。ロードバイク。ライバル、しかもあの人流してる感じですからね。ケイデンス高いですかね、あれ。ああ、そうかも。意外と早く水戸に、ああ、どうですかね。見たい、見たい。はい。やっぱり自転車乗り来ますよね、ここは。こんないい道。まあ、風向き次第だけど。景色すごいな、これ。水戸泉、何が英語でなんて言うの。あの人は30キロは出してないかな。ずっと一周する人いるだろうね。一周はいるでしょうね。でもどうだろう、全周これ整備されてるのかな、こういう道が。この道走りやすいね。この道はいいですね。電柱もないんで景色が、見通しがいい。人工湖？人工湖じゃないんじゃないのかな。どうなんですかね。人工湖だったら、今スピードわかんないです。人工じゃないですよね。このサイズもそうだし、こんな平地に。あ、人工ですか。慣れとしか言いようがないな。震災で崩れてて立ち入り禁止区間も結構あるよ、うん、あ、区間、あ、今もそうなのか。昨日も結構そういうとこありましたからね。霞ヶ浦のか、口元が冷たくて路列が回らなくなりつつある。うわ、なんか向こうの方に、放送では見えないと思うんですが、向こうの方の空の一部が鳥の大群で少し黒くなってる。なんじゃありゃ。何の鳥だあれ。よっ、すごい数の鳥がいる。あ、信号、そうですね、確かに。
これ GoPro でも多分向こうの方に空の色がほんのちょっと変わってるかどうかってぐらいしか見えないと思うんですけど、今日は快晴だ。なんであの鳥、ちょっと怖いぐらいの大群です。カラスかな、カラスってあんな大群組まないよな、まあ、こっち来るか、こっち来るか。鳥もいますよ。鳥の数がすごい。ですね、今山の窪になったところの上あたりにいますけど、あれカモかな、あ、水面に降りたカモか。うわーすごい数。鳥が7。ヒシクイかな。黒い水鳥みたいですね。現れると、あ、おはようございます。水面に降りました。全部何の鳥だろう。ちょっと不審に思われてるかなと思ってこっちから挨拶してやりましたけどね。カウントアタック。納豆博物館ってあるんですか。でも多分水戸に着くのは日暮れ頃だと思うんで、カラスじゃないですね。肉眼でもまだ見えないな。鹿行き大橋、何の時期。カモメ、え、肉食でしたっけあいつら。魚、魚食ってましたっけあいつらは。鳥の鳴き声は聞こえました。鳴き声、この辺りで写真撮れば映るかな。肉眼で見ても黒い鳥のとしか分かんないんですけど、あ、立派な橋に。カモ南蛮美味しいよね。草食の、ああ確かに基本的には肉食なのかな。いやでもあの果物食うやついますよね。昼、写真撮ってもよくわからん。カワウかな。あの羽の広げ方カワウじゃないのかな。でもあんな大群組むんでしたっけカワウって。すごい数の黒い水鳥が。草食、草食ってますか。草ナッパとか食いますかね。あ、でもインコとかもそうか。ウってあんなに大群なんでしたっけ。コンドルじゃねえ。コンドルじゃないですね。コンドルは飛んでいかないですね。のどかなとこだな。のどかですよね。風さえなければ。もうそんなに強い風じゃないんですけど、向かい風方向なんで鬱陶しい。結構波あるな。波というか湖面が。お、砂利道。おっと。ペンギンか。わらわら。年末は決まってるって言ってましたが、うん、決まってます。発表まだです。あ、またあれだ、自動釣り機みたいなやつ。一人がコミュニティに参加しました。あ、まあでも時速20キロぐらいでずっと走っていけば時間に余裕は出るはず、多分。ウェブで、続きはウェブで。またこれだ。しかもここのはあの台一つにつき釣り竿が2本ずつついてる。効率いいな。履いててよかった。シュワルベ。マラソン、なんかマラソンの軽いやつっていうのはあるんだけど、そっちはあのタイパンク性能が低いらしいですね。でさっき大会っていうコメントがありましたけど、同じ年じゃなくてある期間中に、ある期間中にその釣っ
った中で一番でかいやつの証明書、証明するものを送りつければいいってことなのかな。いってらっしゃい。あ、これ小サギかな、中サギ、小サギだよな。イブの予定まだ未定です。これからですね。写真の場所も設定できるんですか？ん？写真の場所、あ、できます。GPS ログとか照らし合わせて自動的にイグジフ情報に位置情報を書き込むことができるんで、カシミユ 3D というソフトを使うと。GPS ログ編集するときにもカシミユ 3D 使いますね。ジョギング全然しないですね。多分できないと思う、今の足じゃ。ほぼそういうのやったことないですから。猛禽類好きです。マヤ。猛禽類。マヤ。膝が悪いの？ん？膝、いや別に悪いわけじゃないですけどね。ただ息が切れる。朝駅まで走ったりすると結構すぐに息が切れます。寒いの暖かいの？うん、寒い方。空気が冷たいんですよ、日は当たってるけど。あと向かい風なんで、あの顔面とか指先が冷たいですね。じゃあ大体田んぼかな。これは水門、あ、船着き場なのかこれ。なんか船すごく出にくそうだけど。意外ですね、ジョギングしてそうな感じだった。いや全然スポーツ全然してないんですよ。自転車旅行だけしかしてないです。トレーニングもしてないし。休診飲んだ方がいいよ。休診ですか？休診？今夜のお宿はおいくらですの？今日のお宿は、家賃が7万5千円です。月あたりの。これは向かい風、ちょっと冷たい風にはさらされすぎてるから少し眠くなってきた。今向かってる方向、あ、西向かってんのか。まあ北向いたらもう少しマシになるかな。あ、眠気が、最近サイクリングいつも眠気と戦ってる感じがする。微妙なお値段ですね。うん、微妙なお値段、1日あたりすると2000いくらですかね。2500円ぐらい。お、いらっしゃいませ。
水戸は16時半ぐらいには着きたいです。おー、すごい。それは、家賃はお給料の何分の1ですか？お給料、それ言うとお給料がバレるじゃないですか。確かに微妙な値段。冬眠する？冬眠？自転車活動的に冬眠っていうのはしないですけどね。お、立ち入り禁止のとこだ。地震で壊れた堤防を直しています。その下の道行けばいいかな。ふう、なんていうか顔面が疲れるのは冷たい風正面から受け続けてると。無理しちゃダメ。若い時運動した筋肉がないときつくないですか？あ、わ、若い時、自転車趣味、自転車旅行の趣味は10年ぐらいやってるんで、まあ、鍛えられるほどの乗り方してないですけど、ある程度疲れないような乗り方の工夫はおそらくは無意識にできてると思います。そう、吹きさらしなんですよ。逆方向だと暖かいんだけどな、画面に日も当たるし。よいしょ。リアキャリアは日東の MT キャンピーっていうマウンテンバイク用のやつです。お給料、なんかあれ、収入とか学歴とかで、人、学歴とかを隠したがるのは私もそうなんですけど、なんかそれで人間のクラスを分けようとする人種がいるからですね。そういう考え方はかなり嫌いです。まあ、あとは会社か、会社とか隠したいっていうのは別にあって、会社と絡みたくないっていうのあるかな。どこのこの社員がこんなことやってるみたいな書き方されることも可能性もあるじゃないですか。めっちゃ綺麗でヌルヌルですね。機材真似してもいいですか？あ、機材、あ、いくらでも真似してください。でも今は Android でやるのが一番楽だと思います。実験者配信は画質は Android だと多少は落ちるのかな。だけどもあの手軽さは捨てられないですよね。私自身はやったことないけど、だってアンドロイド1個で済むから。まあ FME はあんまり詰め切れてないですね。電池が持たない。あ、アンドロイドは電池は充電、USB 給電すればいくらでも持つんじゃないですか。このパワーポンドとか使って、あれ消費電力少なさそうだし、少なそうだし。普段は雨でやってる。iPhone よりも安定してると思います。 iPhone よりも画質いいし、 Android の方が私が見た限りでは。あと iPhone の配信はですね、なんか不安定です。うまく繋がらなかったり、あと iPhone の方だと読み上げをなんとか別に解決しなきゃいけないので。ん？何シングっぽい。シング、寝る道具。パソコン配信的にはそうだと思いますね。日本一周の種もスマホでやってるね。スマホ、アンドロイドですよね。アンドロイドですか。あ、防水のやつもあるか。学歴、なんていうか、バッテリーでかいの今いっぱいありますよね。まだ通れないのかな、あっちは。うお。ロボさんの時代はカメラとパソコンは廃藩。ん？廃藩？廃藩？和骨です。お、いらっしゃいませ。北羅湖畔を走行中ですか？うん、北羅湖畔。今ちょっと湖見えてないですけど。公務員。ロゴのことを考えると公務員はいいらしいですね。自転車にスマホを固定すればいいのかな？自転車に、そうですね。あとはその固定をどうするかっていうところの工夫がいろいろあるんだと思います。最初はイヤホンマイクをアナログ的にミキシングしないから。ミキシング、マンチン、またオマンチンか。このオマンチン好きが、いや、オマンチンってだけで意味わかんないですけどね。下品っぽく聞こえるけど意味がわからん。自転車発電できないんですか？ああ、自転車発電は
でもアンドロイドぐらいになってくると本当に自転車で発電したので給電してとかあり得るかもしれないな。ノートパソコンだともう全然論外なんですけどね。ノートパソコン配信を支えるぐらい発電するためにはまた骨高このホモ好きがニコ生全般なのか私のホストだけなのか分かんないけど、ホモ好きと、うんこ好きとあとデリ好きとそういう人多いですよね。小学生かよ、全く。ちょっと土手が風よけになってるのか、風が少なくなって暖かい。あ、この辺りの土手の感じは昨日走った真新しい道と同じ感じだ。だから昨日走ったあの道が良かったところもこんな風に最近できたんですね。やっぱ全般ですか。小学生、あ、それは違うかもしれないな。っていうかホモネタというのはホモを下げすみたいという気持ちが根底にあるんじゃないかと思うんですよね。私は考えすぎかもしれんけど、でさらにその根底にはあのホモセクシュアルに興味があるっていうところも絶対あると思うので、なんかそのホモネタばっかり言うのって私は好きじゃないんですよね。罵られる、それやめてください。罵るのにも私コストがかかりますんで、罵り代請求しますよ。罵り代、いや実際高いんですけどね。こっちはまだ入れないのか。ちょっと待ってください。うん、いいですかね。で、太陽電池、何々でも有名なガチホモってのもテンプレートなんですね多分。これ登っていいのかな。ここはホモソーシャル、ソーシャル立ち入り禁止とは書いてあるんだけど、これどこに対してなんだろう。すぐそこにあのこっから先入っちゃいけないっていう柵があるみたいなんで、おそらくはそこから先は入れると思うんですよね。ちょっと土手に登ってみます。家具、あ、いや全然。エロエロさん、おはようございます。よいしょ、剣道に、あ、やっぱり、うん、ここから先取れそうですね。よし、あ、でもまだ砂利とかあるな。同じ人でしょうね。てか、あの他のところのネタをどこででもやる人ってのは絶対いますよね。自分の中ではそれは繋がってるんだろうけど、前から見たら繋がってないですよ、それは。コウモトゲ、あ、それもわかんないな、本当に。ん？朝ごはん。リンク。気持ち悪い。標準化。よいしょ。青いからか。青いだけで。中学生か。よいしょ。ここからまた西に向かう、西に向かう道になってるので、また向かい風になるな。風はなんか北西から吹いてきてる感じです。今日はホゴ水面釣り等禁止。昨日こういう感じとかで釣りしてる人いたな。そういや、今日雲ないですね。空が結構あの青いグラデーションいいですよね。朝も綺麗でした、朝焼けが。いいですよね。話題を作れない人は日向で確かめないんだよ。まだ青いな。よいしょ。ところどころ砂利道がまだあるな。冬の、うんですね。ん？富士とかスカイ。あ、あれは青いんでしたっけ、あれは。昨日、虹の塔っていうところで上の方から見たときに見えるかどうかだったんで、多分平地から見えないんじゃないかな、富士山とか、スカイツリーは。今日は空気澄んでそうですね。
はもう青くないと思う、多分。空きれい。いいですよね、空。しかし、なんか常に風の抵抗が、またか。結構多いな。平成25年3月31日まで。の予定だそうです。立つ影は鏡人間。周りに回りにしますか。イエスミラーマン。壊れた道の修復中なんですね。まだ復旧が後回しにされてるんだね。こっちにしていいかな。また復旧が、まあこういうとこは緊急要するとこじゃないですからね。街中の道とかの方がはるかに。海岸、あ、海の方ですか。わあ、スズメ。農道を行く。いっぱいいましたね。何それ、冷たい風の話は何ですか。いいですよね。自転車のサドル取られました。サドル刺さってましたよ。あ、ネギか。何を狙ってるんだろうか。ブロッコリーとかカリフラワーばっかりの話かと思ったら、なんかどっちにしろよりこっちの方がいい感じがしますね。平野ですね。ちょっと平地巡航、高速巡航は苦手なんだけど、のんびり行けば。いや、空港には今日寄らないルートです。ん、コンビニ、鳥、あ、さっきのスズメのことか。地平線が見渡せるのがいいね。地平線ってことはないんですけど、かなり低い位置に丘とか見えてますね。高いものが何もない。背が高いものが。スズメスズメ、私の心。追い風ですか。ちょっと向かい風です。初見だけどこういう方法最高。 ありがとうございます。自転車旅行に感染していただければ、自転車旅行金に感染していただければ。病か、日本一周病って文字列もあったな。今日は多いですね。ツインビーって、それ、あれどこだっけ？ホテルツインビーがあったのは、山陰の方のどれだっけ、どれだっけ？カメラは頭の上ですか？コマ数が少ないとそんなに揺れても目立たないんですよ。ただビデオとかで撮ってると意外と細かい揺れて気になる。実は先週 Z さん、秦野さんと八丁トンネルってとこ行ったときに、あ、個人興味があったらちょっと不本意です、申し訳ないです。自分のキャラクターはできるだけ出さないようにしたいというか、そっちが本筋じゃないので。っていうか、そっち方向に行くといろいろ面倒なことが起こりやすいんですよね。ニコ生の人間関係とか。ブロッコリーの話はここまで。話はですよね。なんか本当に自転車レポートをホームページに上げてた時みたいな感じで続けたいんですよね。ん、あ、日本一周は首になったら。あ、猫だ。ガタガタ。ガタガタ。あ、中津京。動画は一応撮ってるので。で、さっき言いかけたんですけど、ん、感染。八丁、あ、米子でしたっけ、あれ。八丁トンネル行った時には画角を少し狭くして、今画角が GoPro だと広すぎると思ってですね、170度も画角あるんで、狭くしてみたんですけど、揺れが目立ってあれはきついですね。なので今日はまた一番広い角度で撮ってます。どうしようかな。こっから先普通の車道みたいになってるから、また上に戻るか。あそこ猫もいるし。
あれ猫どこ行った。あ、車の下に隠れた。ん？ちょっとサム猫ではないか。出てこない。あ、白いのが別にいたんだ。子猫でもなくて中猫ぐらいですね。人間の自分が見えてないものが映ってたりします。ん、あ、16対9ですよ。常にこの GoPro っていうビデオカメラは、あ、配信の方か。配信の方は3対4のままですね。白猫でした。中猫。車の下にもう一匹いましたね。ん、あ、猛ダッシュか。タケルダッシュ。お、あそこでなんか小さな橋の上でくつろいでる人が。海外配信やってください。海外配信は画質、あ、今これ以上は厳しいな。この設定でも今固めちゃってるんで、変えるとまたいろいろ問題が出そうです。高画質なのはあのビデオ YouTube の方に何ヶ月か遅れであのビデオカメラで録画した分を載せてるので、今これ配信しながらビデオを撮ってるんですよ。 GoPro の最新版は何が進化したの？ GoPro の最新版は軽くなった。あと画質もかなり良くなってるっぽいです。これ、うん、本当に高画質の配信っていうのもあるんですけどね。何を持ってるの？ガストって聞こえたけど、私はガストはガスト株とか持ってないですね。画質というか、白く曇ってる感じがするのはビデオカメラ、ウェブカメラの汚れのせいなんですけどね。また通行止めだ。うん、この道は予想外に良かったです。ん、ぼやけ。ああ、パスポート。今はもう切れてるかな。海外旅行のパスポートですよね。昔アメリカに1、2回出張したときには作ったんですけど、新 GoPro はもう注文済みですが、多分来ないです。まだ来年まで1月下旬に発送らしいですね、国内の方だと。あ、ハワイからでしたね。寿司屋さんの近くで。それも3年前だっけ、2年前だっけ。海外出張は今できないですね。アメリカ出張とかかっけ。アメリカ出張は単にイベントに参加しただけなんですよ。商談とかで行ったんじゃなくて、まだイベントにそういうのに参加させてもらえる余裕があった頃。海外は九州しか行ったことない。今どの辺？海外、今は竹井のあたりです。地名に竹井って書いてあります。おばあちゃん、ロボさん英検何級ですか？英検何級だっけ？うん？何がハイスペック？今ここ？ジャパニーズサイクルロボとしてですか？ジャパニーズサイクルロボとしてってのは何が？ジャパニーズビジネスマンとかの話かな？止まって静止画になればぼやけなくなるよ。ロボさんが子供の頃って沖縄はパスポート行って車も右側通行へから。右側通行、いや、それって何十年前の話なんですかね。いや、本当にそういう時代があったのかな。それも知らない。英検何級なの？英検はな、確か取った覚えがあるんですけども、何級だったっけな、忘れました。でも英語は喋れないです。全然聞き取れないです。竹井像か。ん、竹井像か。さっきあの GPS ログの GPS ログというか GPS の地図見たら竹井っていう地名が書いてあったんで、それ言ってみたんですけどね。個人情報はお答えできません。そう、個人情報は GoPro さん幅3分の1小さくなりますぜ。3分の1ぐらいでしたかね。
土手道出ずにちょっとやっぱり一本違う行くか。この道の方が風の影響も若干少ない気がするし、9は数字が少なくなるほど上なんでしたよね。あ、どちらまで普及中だった。風冷たい。風はまだ冷たいですね。英検取った人間が喋れると思うなよ。そうそう、喋れなくなるから鳥居火薬。鳥居急で英会は困らんで、この道を行けばどうなるものか。道を、ああ向かい風だな。八丁トンネルは下手したら3ヶ月後とかになるかもしれません。今すでにあの青森のと動画が編集中ではあるんですけど、もう3ヶ月ぐらい経ちましたよね。9月からだから準1級。おはようございます。あ、おはようございます。まあ、私が英語本当に喋ったり聞いたりできないっていうのは前房総半島で放送中に証明しましたからね。編集になんかあの面倒で面倒で、フライト、これは GoPro っていうカメラです。ついてるのはトイックですよね。今は道、あ、千鳥だ。うん、あとは景色でしょう。初見さんいらっしゃいませ。うん、まあトイックとかあの辺りは適正語、あ、適正か、敵側の言語ってことですね。敵の言葉ってことですね。この辺も結構大規模な水田だな。大規模、うん、ですね。そう、水田って言い方しますけど水じゃない田んぼってあるのかな。油田か、違うな。醍醐味は今どれのこと言われたんだっけ。なんで水田って言い方するのかな、わざわざ。今の田んぼだったら水田だと思うんだけどな。ん、お宅、芋作、おでん、陸田もあることはあります。陸田、あるんですか。本当に水田じゃない稲を作ってる田んぼ、田んぼって東南アジアではん、おかぼ、畑この時期は水が入ってないからただの田。うん、あ、水田というのはそういう時期のことを言うんですかね。もしかして水が張ってる時期のことだけを水田っていうのかな。神奈川もこんないいところあるんですね。神奈川、今ここは茨城県です。茨城。まあ電がつけばいいんだったら、まあ、塩田なり油田なりいろいろありますよね。そうだよ、水張ってる田んぼが水田。水張ってる、あ、本当に時期だけなのか。マグロ屋、あ、来た、うん、マグロ屋ですね。え、どこだっけマグロ屋って。なんだっけ、おでん、おでんは違う。鹿島神宮行ってまいりました。鹿がいましたよ、鹿が。鹿島だけに。割と奥の宮まで短かったですね。飛行機で農薬撒いたりできそう。飛行機で。こっちかな。こっから先砂利道ですね。ああ、でも特に問題ないか。あ、いや、舗装されてるか。で、一本内側の道っていうのがなくなってしまった。農薬。広棒。ピースフルな花を炊きますか。野菜、え、野菜は田んぼって言い方しませんよね。田んぼって基本的に稲ですよね。違うのかな。で、今なんか質問されましたっけ。すみません、聞き逃しました。走行中にリスナーがリアルに喋り方
リスナー、あ、トツ、あの、いわゆるリアトツっていうのは結構されたことあります。まあ、でかい水たまりですね。相変わらず向こうには筑波山。畑。ガーンだな。ガーンですか。また出花くじかれましたか。水田で。水耕栽培っていうのは別にありますよね。これが北の海だっけ。北の浦っていうんですよね。北浦ですよね。トツ、いや、私はトツしていただくのはそれはそれで嬉しいんですけど、あの、できるだけ人と触れ合うことを目的としているわけではないです。あくまでこの私が自転車旅行しているのを見て、あなたも自転車旅行してくださいっていうだけです。でも前北海道走ってた時とか、風邪ひいた時に風邪薬とか届けてくれた人がいて本当にありがたかったですね。走行中にリスナーからお土産もらったことありますか。お土産あります、あります。カリフォルニアベイは水田じゃないよ。ん、水田じゃない。へえ。水田で作らない稲もあるよ。おかご、おかご、おかご、陸稲、陸稲って書くんですかね、それは。ガリガリ君を届けてくれた方もいたな。そう、ガリガリ君を届けてくれた方は覚えてるだけで、1、2、3、4人ぐらいの方にガリガリ君とついただいたかな。あ、これあれ食べるもんですよね、やっぱり。ん、命の危機、そこまでじゃないですけど、まあピンチでした。ここでもやってる。水田の話してるやつ更新しろ。ん、水田ガリデコ、この時期ガリデコはちょっと。ようやくすると困った時だけ出てこいで、OK？ うん、困った時だけ。私の側からすると、結論変えるとそうなるかな。結論だけ言うと。レンコンは汚い沼にもさっきレイな花なので、お釈迦様が台座して前から来る。台座。地元のお土産ってもらったことありますか？地元のお土産もなんとかありますね。この間もあの仙台じゃないや、気仙沼行った時に地元の方から仙台のあのミルクパンっていう、あれクリームパンだっけ、ミルクパンだっけっていう名物いただいて美味しかったです。昔は有吉とかやってそうだな。有吉なんだっけ、課長なんとかっていう、なんだっけ、あ、だめだ、よく思い出せないから言わないでおこう。有吉、イタコミイタコ、市長課長。市長課長でしたっけ。あれ待てよ、あのゲームのガリガリ、ゲームで有名になった芸人さんは何だっけ、あのゲームクリアするまでは缶詰にされるみたいな話の人は何だっけ。あれ有野だっけ、有野だっけ、有吉じゃないか。いや、ああおにぎりその場で、あ、良い子か、あれは。そうか、次長課長とか全然関係ないのか。良い子ありのかですね、ですね。湖と空の青いですね、ありの。青いですよね。高橋名人、うん、今年の夏、名人初めてガリガリ君に当たった。うん、当たった、いいな。私は当たり棒を持ってるけど、あの塩飴さんという方から突でいただい、突じゃなかったんだけど、あれはたまたま出会った人が私の放送を知ってた人だったんですけど、その人からガリガリ君の当たり棒をもらったことがある。今バッグの中に入っています。あ、今年から、今年の放送ってどんだけやったかな。最近一月に1回ぐらいしかやってないですからね、こういうの。人が舐めたアイスの棒は遠慮したい。舐めたアイスの棒、なんか一旦乾いてしまえば関係なくなるような気がする。乾いた時点でリセットされる気がする。混んでるとこ？混んでる。
ちゃんとアブラ3本買って3本とも当たったことある。3本、私は2本連続ってのありますけどね。3秒以内ならOK。アイドルやってお金で売れる。第一村人、バスやってる人いそうですか？なんかすごく速そうです。バス、ああ、釣りやってる人は来いっていう話だったけど、うわ、すごい、すごいスピードのボートが。ん？川が臭くなる。はい、いい景色だ。地域ですか？地域は車が多いとことかはきついっていうのはあるかな。もちろん 山とかもきついですけどね。精神的にきついのは年金の交換ですか？年金の交換です。何の話ですか？赤城乳業の前での配信覚えてますか？うん、赤城乳業はあの八甲線沿い走ってる時ですね。岐阜か。岐阜もちらっとしか走ったことないもんな。乗鞍越えて高山市に入って、で下呂温泉まで走ったことがあるだけかな、岐阜は。あとはそこで道端のおじさんからサルボボをもらった。4万あったら GoPro HD Hero 3のブラックエディションを買えるじゃないですか。うん、長崎しなり。大阪ほとんど走ったことないな。また湖岸の道路と内側の道路があるので、内側の方行きましょうかね。ん？チャリの何が？そう、ゲロ温泉の手前でもらいました。ん？GoPro は持ってます。今撮影中です。でも軽い GoPro が出るので、そっちを買います。濃度、それはさっき私があの人は人とあんまり絡むの好きそうじゃないからという話をしたあの人の動画のこと言ってるのかな、違うかな。それ振るのもまたなんかあの絡む方向になりそうなんで、迷惑かけそうで嫌なんですけどね。お、なんか重そうな鳥。八甲線、私もあのあそこを走って面白かったですね。八甲線とあとあれなんだっけ、下仁田に行く線路は何電鉄だったっけ。長野電鉄じゃなくて、ん？ソニーの、ああカメラか。ソニーのやつはマウントしづらそうです。あと形が細長すぎて、マウントの仕方によってはいいのかもしれないけど、私のヘルメットマウントだとちょっとあまりにも。上毛のあたりですね。上毛電鉄ではなかったですよね。ゼロ番線のあれは、ゼロ番線に行くあれは何電鉄だったっけ。あ、上信電鉄。あ、上信か。ありがとうございます。すっきりした。上信電鉄。ん、あ、ビデオブロガーの人は知らないです。